さんこんにちは。宇宙転落機事業工房説明動画のご視聴いただきありがとうございます。本説明動画では月面の水試験探査技術先進技術の開発実証の技術開発テーマ及び具体的な内容につきましてご説明いたします。私は JAXA で本テーマの担当をしていますゼネラルマネージャーの佐々木と申します。どうぞよろしくお願いします。なおこの項目以外の内容につきましては別の動画をご覧ください。ではまず背景目的をご紹介します。2019年我が国はアルテミス計画に参画することを決定しました。これは月での持続的な活動、有人を含める活動を目指すという点で宇宙科学探査とは全く性格が異なります。そして将来の経済活動や外交安全保障を含めた幅広い観点で取り組んでいく必要があります。したがって月面活動において人類の生命維持やロケット工場等の燃料として水資源の活用が期待されており、月面の水資源探査は極めて重要な役割を果たすと考えられています。また我が国は地球リモートセンシングにおいて地球観測衛星に搭載されているアムサーシリーズ、そして宇宙ステーションに搭載されているスマイルスといったミリ波やテラヘルツ波を使った観測を行っています。そしてこの月面水資源広域探査の有効な手法の一つにテラヘルツ波があります。宇宙開発利用加速化戦略プログラムスターダストプログラムにおいて研究開発が進められています。本テーマではテラヘルツ波を活用した水資源探査技術を活用しこれまでの技術開発成果等を統合した衛星を開発し周回軌道観測することにより広域での月面の水資源の実態を把握することを目指しています。次にこのテーマの目標になります。4年間程度を目標として技術開発を推進以下の2点、推進します。1つ目は月面の水資源探査の実施を見据え月面の水・氷含有量の推定分布の取得が可能なテラヘルツ波センサーシステムを搭載した衛星システムの開発を実施します。そして次に衛星システムを周回軌道に投入して観測を行い月面上で観測するルペックス等のその他探査手法による観測データと合わせた包括的な検討を実施して月面における水資源の状況を把握します。次にやっていただく実施内容です。まず1つ目は衛星システムの開発になります。衛星システムのフライトモデルを開発を令和7年度までに完了します。なお地球周回軌道のように高頻度での通信が困難であることから各種情報を一時保存する機能を持たせることが必要です。そして月測位衛星システムも整備されていないことから観測位置情報を正確に導入するための手法について提案を行っていただきます。次に開発した衛星システムの周回軌道への投入観測の実施です。この小型衛星を令和8年度までに打ち上げ月周回に投入していただきます。そして衛星のモニタリングやコントロールをするためのデータを送受信する観測管理運用システムの開発を行い実際に打ち上げ以降についてはコマンド送信および測定データを受信していただきます。次に地上データ処理系の開発および運用になります。生データから実際に意味のあるデータに変換をする、そして観測したデータを1データを付与して地理情報システムで利用できる形式のデータへ変換することを行っていただきます。そして最後に他探査手法による観測データとの包括的な検討です。さまざまな探査の観測データがありますので探査データの可視化手法に統合してこれらを用いた包括的な月の資源地質学的検討を実施していただきます。次に技術開発実施体制になります。4点示させていただいています。1つは
十分な知見及び実績を有する研究者や研究設備を有することになります。次に衛星システムを含めた開発プロセスを自社または連携機関において実施可能であり、技術開発後のビジネス展開も含めた検討可能な体制であるということです。そして3つ目は宇宙開発利用加速化プログラムスターダストプログラムの月面におけるエネルギー関連技術開発との連携を図ることです。そして最後に衛星打ち上げに伴って必要となる使用するロケットの調達や周波数調整及び免許申請等について実施可能な体制を構築することになります。次に我々が行う支援の方法です。支援期間は最長4年間程度としまして、2年目をめどにステージゲートを設けます。支援の規模は1件あたり64億程度を上限として1件程度を採択します。自己負担の考え方は成熟度が低くビジネス化に向けた基盤技術を確立するには長期を要することが考えられますので、これらのことから支援形態を委託の類型を C として実施することとします。次に審査の評価の観点になります。基本方針では優位性、独自性、また経営者のコミットメントを求めていますけども、それらに加えて以下の4点の観点で審査評価を行います。電波の使用等に関する国内外の手続きが適切に遂行できる計画であること、そして月面の水資源探査が可能な先進技術の確立に向けた実効的な計画であること、技術開発を実施するための体制が適切なものであること、そして技術開発内容に関して十分な知見及び実績を有する研究者や研究設備を有していること、そして次に技術開発マネジメントになります。 JAXA は技術的な支援を行いますけれども、令和7年度末に実施予定しているステージゲート評価においてはセンサーを含めた衛星システムの開発が予定通りに進捗していることを評価します。そして宇宙実証に向けて必要な周波数獲得状況等について確認をして衛星の打ち上げの可否を厳格に判断をします。次に採択決定までのスケジュールです。募集期間は7月5日に始まり8月30日の正午までとなっています。この後1次審査を行った後2次審査のヒアリングを9月下旬から10月頃に行います。そして採択通知を10月中に行いたいと思っています。そして技術開発開始につきましては審査結果の通知発表から 1、2ヶ月後とします。次に知的財産権の取り扱いです。委託事業で取得した知的財産権は産業技術力強化法第17条を基づき委託先である実施機関に帰属させることを基本としています。最後に担当 PO プロのオフィサーです。慶応技術大学大学院システムデザインマネジメント研究科委員長教授白坂聖子さんに実施していただきます。ご説明は以上になります。多くの方々の応募をお待ちしています。どうぞよろしくお願いします。